今もまだなんかその新しいものとか書いて出してるんですか？そうですね、今書いてますね。書いてて、っていうかまあちょっとあの何でしょう、まあ、漫画の話で続くんですけど、結構エニアグラムで漫画って結構書きやすくて、キャラクターの設定であったりとかストーリーの構成というか、極端なことを言うとお話書くときに主人公を絶対健全度低く設定して、そこから健全度高くすればストーリーになる、成り立つんですよ。なので割といろんなタイプで書けるんじゃないかなっていうふうに思って、前その伊藤平さんが読んでくださったその AI の話とかは主人公6っていうふうに設定して、で6がリーダーシップ を発揮して、はいはい、9でしたっけ、9になるみたいな、その9の片鱗が見えたらその主人公は成長したっていうふうに見なすみたいな。絶対こうあのお話書くときに成長は書かないといけないので、エンタメ作品になってくると、なので健全度低い状態から成長したっていう風なところの片鱗を見せると、あのそこそこ成り立って見えるっていうことが分かったので、うん、そのそれを分かってから結構いろいろ書きやすくはあったなっていう風に思います。今9で書いてるんでちょっときついんですけど。ああ厄介なとこに手を出しましたね。5とか6はすごい書きやすかったんですけど、うん、今9で書いててすっごい苦労してて、もう奥さんにこういう時どうなのみたいな話とかを、奥様が9だとおっしゃる、9、そうですね、5と9有利タイプ同士ですね。魚さんは5、5ですね、5、おそらくちゃんと診断してもらってはいないので、まあ、診断してもらったから当たるってわけでもない気がしますけど、ね、そうです、そうです、ね、なんか腹落ちするかどうか、まあ、でも5で腹落ちはされてらっしゃる。そうですね、5でだいぶ腹落ちはしてますね。だ多分この健全度低い時が完全に7っぽい行動してたなっていうふうに思って、いろいろ手出しちゃってしまってたということでしたね。だ全然専門性みたいなものとかも一貫性がなくて、本当に器用貧乏になっちゃったっていう風な感じでした。話され方とかも、うん、そうなんかこう組み立てられてる感じが、そうですね、急にガンダリム号機の話が来た時に、うん、おって思いましたけど、ね、僕もその出そうとしたんですけど、ガンダリム号機ですねって、うん、その先に先に、あなるほど。で奥様、まあ、有利タイプでどう育まれたんだ、愛を、愛を、あこれあの言いたくなかったら全然言いたくないようで全然いいんですけど、いい全然あのなんか前なんかちょっとだけポイントがあるんですみたいなのをライブの途中でおっしゃっていただいて、あれ僕の聞き方悪かったですね、今言ってくださいみたいな、こんなハードル高いところで言うかな話ですよ。そう、いきなり。いきなり。ごめんなさい。すいませんでした。いやいやいや。ちょっと4つぐらいあるんで、ちょっときついなって思って。4つもあるんですね。ポイントはありますね。多分、私が言う、うん、その有利タイプへのアドバイスよりも、聞くかなって思っていて、うんうん、よろしければなんかその、4つのポイントがありますって。うん。まあ、4つの概要なのか、ああそうですね、一番大きなものなのか、はい、何か。そうですね。いやただ、私自身が、あの、一回付き合ってそのまま結婚してた教訓なんて、もう、たった一回ですよ。あ、いえ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 。はい。で、なんか、ちょっと前提なんですけど、基本的にちょっと、有利タイプに多分、一目惚れは仮に存在しないっていうふうに思ってはいるんですけど、ちょっと違ってたらすいませんっていう。どうですか？一目惚れはそんなにっていうか、ないですよ。ズキューンはないんですね。ズキューンはないです。ないですよって、僕の感覚なんで、他の人あるかもしれない。でも、あの子かわいいな。かわいいなぐらいはあります。かわいいなはありますか？はあるかもしれないですけど、あんまりそこで発展はしないっていうか。うん、そう。かわいいなはかわいいなだけで終わりです。綺麗な絵見て欲しいなっていう風にならないのと一緒みたいな感じ。いちいち説明しやがる。いちいち感情を説明しやがる。なるほど。わかりやすい。わかりやすく。あ、これあの、プロレスですからね、なんか。あ、いいですね。ごめんなさい、すいません。大丈夫、大丈夫。まあ、なんか、こう、
ちょっと若干こう恥ずかしいながら話すんですけど、あくまでこう、でも 4は刺さんないかもしれないですね。ちょっとドラマチックとはちょっと程遠いかもしれない。あ、そうですね。で、まあ、はい、はい、一目惚れが存在しませんよと。はい、で、はい、なので、一応コミュニケーションの仕方っていうか、ちょっと二等辺さんのおっしゃることと真逆のことを言うんですけど、性別を捨てて人間としてコミュニケーションを取るっていうことなんですよ、うん、一つが。人として。で、異性に言われて嫌なことっていうの情報は取り入れていいんですけど、その逆がダメで、異性に言われて嬉しいと思って、嬉しいといった情報とかっていうのを真に受けない方がいいのかなっていうふうに思ってて、だったらそれこそそのキャバ嬢のさしすせそとかもそうで、なんかこう見透かされやすいというか、こうなんかちょっとこう手が触れるとかっていうふうなこともこう意図してやった方がいいですよみたいなこととか書いてあるんですけど、あれは意図してないから嬉しいわけだって、意図してたら本当に真逆ですし、こう値踏みされてるとかレッテル貼られてるとかっていうふうなに感じる人が、こう、特にこう、有利同士だとやっぱりちょっと感じたりするっていうところはあるので、純粋に人間として嬉しいことを相手にするようにするっていうことを、こう、自分では心がけていくみたいなのが、ちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。戦略ではない。ちゃんと人と人との付き合いを。俗物でしか映ってないんだと思いますよ。なんか、そういう戦略が、こう、有利だと向かないっていう風なので、その、性別的なコミュニケーションってどっちか、どっちがイケメンとか、どっちがおっぱい大きいとか、女子高生萌えとか、スーツいいよね、みたいな、そういう弱肉強食的な比較とか優劣っていうのは自覚しやすいじゃないですか。年収とか身につけてるブランドとかでも同じことが言えると思うんですけど、特に特になのかわかんないですけど、競争したくないとか、自信がないタイプっていうところで言うと、人生の戦略としても競争意識みたいなものをこうやりましょうっていうふうに言われても、ほぼ効果がないかなっていうふうに思ってはいます。なのでこう、まあファッションは知らないですけど、清潔感あればいいと思ってて。なので。清潔感あればいいですよ。なんかこう、内面で男らしさとか女らしさみたいなものを自分でこう育てていく必要っていうのが一切なくて、中性となってこう人間としての魅力を目指すっていうか、なんかむしろ消しにかかる方がいいのかなっていうふうに思ってます。なんかこうそれこそ数学日本一とかっていうふうになったら当然いいと思いますし、それこそ会社帰りにこう週になんか2本ぐらいこう YouTube にアップして続けているんですとかって、もなんか十何年こう独立してこう社長業やってますとかっていうふうなのも十分魅力的なわけじゃないですか。そっちの方を押していった方がいいのかなっていうふうに思います。痛い。小手先感が。小手先感がね、もう、ガンダムで言うと、コンスコンってキャラがいるんです。僕分かんないですけどね。ドム13機を一気になくす男。うん、僕はなんかそういう、もう、うん、魚さんを前にすると、うん、俗物でしかないな、うん、もう行け戦場に出ろ勝ってこいってなる方なので、反省というか無理なんだなって無理というのは有利タイプへのアドバイス、うん、あ、自分が僕が、うん、戦ってこい散ってこいってしか、なるほど、うん、確かに無理しなくていいし、好きなこと深め続けていけば良いじゃないですかっていうふうなことかなっていうふうには思います。なんかこう、無理すると、それこそ、こう、なんかこう、他の無理、同じ無理ができる人たちと比べ、そういう戦場にも出てしまうので。そう。だからそのポジションに行けって話ですもんね。僕は行けと言ってます。うん。で、それが得意な人、まあ、ニッチ。そこでどうニッチを見つけるかだとは思ってるんですけど。うん、でも、こう、突撃しろは突撃しろな人がいっぱいいるところに上がってこいって話じゃないですか。そうですね。行ってこいと。うん、戦ってこいと。学徒要員だと。うん、なんか、遠距離攻撃が得意なのに、むやみやたらにこう、突っ込みにかかると死んじゃうぜっていう。なるほど。まあ、ガンタンクで確かにね。うん、モビルスーツの前に行くとね。うん、確かに。そう。ジムですよ。
走行薄い薄いと。走行薄い。確かに。が一つですと。そうです。で、二つ目が、観察期間設けて相手と距離を取るっていうふうなことなんですけど。で、その時に何するかっていうと、自分と一緒に人間として成長できそうかっていうのを確認する時期っていうふうに決めてて。ごっぽい。面白いです。はい。まず、自分の中で確認するたことが、先ほど言ってた人、かわいいかわいいとか、かわいいとか、そういう、なんか、ものとかっていうところもそうなんですけど、そういう人を見た時になのかもしれないですけど、相手を人間として興味を持ったのかっていうのを自分自身で確認するっていう。で、人間として興味を持ったのであれば、自然と相手に対するリスペクトが生まれるのかなっていうふうに思ってて、健全なコミュニケーションが取れるなっていうふうに思ってます。基本的にこう言い方悪いですけど、語ってこうなんか内面でこう他人のことを見下しがちだったりするんで、うんうんうん、リスペクトないと今後こうどっかでのタイミングでこうなんかこう例えば性的に興味を持ったんだとしたら、なんかどっかのタイミングでバカにしそうだなっていうふうに思ったりもしますし、この俗物がって思いがちな語が、うんうん、仮にその性別として興味を持ったんだったら、ちょっと厳しいこと言うと、その、あ、可愛いな、かっこいいなって言って、その人の SNS や写真とか眺めてればいいわけで、むしろ近づかない方が、今のその距離感が一番幸せだ、その人との幸せな距離感なんだっていうふうに思っちゃいます。すごい。すごいとは。このご自身のコントロール感が、ちゃんと制御されてる。うん、なんか暴走するものがないのかなって。なるほど。仮にその性別として興味を持った相手を告白して仮に付き合えたとしても長く続かないんですよね、多分。その関係性が続いていくとどんどん性的なものって衰えていきますし。そうですよね。別の魅力を持った性的なものっていうのは必ず現れてくるので。そうですよね。なんか、最初はこう、V6 にハマっていたけど、次カトゥーンが出て今キング&プリンスが出ましたみたいな感じになっちゃうみたいな。すごい。おっしゃる通りです、うん。男らしさとか女らしさに多分有効期限みたいなものがくっついて回っちゃうと思うので。今僕は男らしさを出せって言おうとしてますから。そう。まあでも、豊悦とかも未だにこうバリバリでこうイケメンだったりするわけじゃないですか。はいはいはい。まあそういう魅力持った人とかだったら、まあ別に全然いいとは思うんですけど、そういうので続けばみたいな。とりあえずはガンダムですからね。で、逆にその、なんか相手が、なんか自分ではない誰かとかに性的な、性別な、を意識したコミュニケーションをしてるとか、なんか見たとかっていう風な場合は、脈がないんだなっていう風に感じた方がいいかなと思ってて、なんかそこに気取られてるくらいだったら、さっさと違う人探した方がいいっていう風に。この人には結構当てはまってるんでしょうね。うん、多分そう思いますけどね。素晴らしいですね。例えばですけど、その相手に振られたってあったりとか、誰かに聞いたでもいいんですけど、その人をなんかこう男として女として見れないとかっていう風に言われたとか、言ってるところとか見たっていう風なところとかあると思うんですけど、そういう人って多分、はい、人間として未熟だと思った方がよくって。ああ、好感が。パートナーとしてその性的なものを求めてるって、やっぱ年齢とともに衰えていくっていうことを自覚できてまずないっていう。まあ、実際若いからしょうがないっていうところはあると思うんですけど、語としては戦略に一切それは向かないなっていうふうに思います。これ有利タイプっていうよりも、語ですね。だから、俺魅力的だろうアピールをしても、語の人には通用しない。なるほど。とても面白い。で、なんか、じゃあ、それじゃあ実際行動してないじゃんっていうふうに思われるんですけど。そう、いや、見てくれないじゃないですか。と思ってるんですよ。いや、見てくれる、ちょうだいはやらなきゃダメだよねっていう。そうですね。みんなに広げない。ああ、なるほど。っていうことなんですかね。そうですね。ただ、これは実際にまだ行動する前のタイミングではあるので、でも絶対こういうのって、合成にしてあげた方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。まずこう、同性っていうか、同性に行ってみる。あ、なるほど。
なんかそれをやると多分友達も多分見つけられるんじゃないかなっていうふうにこう、うんうん、いいと思う。なるほど。まず同性でそういう性的なものを意識しないコミュニケーションみたいなものを心がけて、うん、でなんかその関係性っていうところも自分にとって得があるというよりかはこう相手の得も考えて一緒に成長できそうかみたいなこととかも意識するのは多分異性関係なく同性にしてあげてもいいのかなっていうふうに思います。うん、なるほど。人間年齢が僕よりも上なんですよ。いや、多分に、人間をね、多分ね、3回ぐらい繰り返してやってきたんだなって。僕は人間1年生。混ぜてるだけなんで、全然。いえ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 。僕80とかなってもその考え方できるかなって今思いながら。どうにもその戦略が当てはまんないっていうふうに なってからこう考え出すみたいな感じでした、ね。合いそうな人を探すって感じですかね。そうですね。なんかこの性的なところをかっこいいかっこいいばっかり言ってる人はまだ未熟だと。だからその人は、はい、あの僕の狙うっていうか目指すところじゃない、目指す人ではないと、はい、同じように成長できそうな人をこう探していくみたいな。魚さんさんの敵キャラでしかない僕がいるんですよ。なるほど。それで当てはまる人もいるとは思いますし、どこかに。なんか、未熟な輩がね。たまたま。未熟な輩同士がね。輩同士が。輩同士が。